ございます。今朝の総合公園前8時ですね。ここは釣り人少ないですね。風はほとんど感じないです。おはようございます。なぜか最近ね、東の石畳ですね、湾岸線の下、こちらの方が稚ヌはね好調なんですよね。早速釣れてるようなので、9時から9時ぐらいだったけど、9時から10時モーニングがもう1枚すでにあるわけですね。東の石畳来ました。深瀬釣りで稚ヌ、綺麗ですね。おお、すごい綺麗な、これあ綺麗な。プレミアムベースにいろいろ混ざってます。昨日の残りやから、本はまだ入ってない。産卵後ね、沖に帰る前にこの辺りでちょっと一旦たむろするんですかね、チヌが。沖に帰る前のチヌが穴場ですね。西側の石畳へやってまいりました。例年グレがね、そろそろ出てくる頃ですね。ちょっとボラがかかっておりますね。強烈終わる前にこっち終わってほんまですね。ボラとボラとの格闘ですね、これも本当に。これは大きいな。針外れてるかな。まだやね。外れてないでしょうね。これはでかい。それはなかなか寄ってけ、寄ってこないですよね、これね。今日はね、満潮がちょっと早かったので、今も下がってますね。今週金曜日あたりかな、満潮がですね、8時とか9時ぐらいなってくると釣れるんじゃないでしょうかね。ね、深瀬釣りですね。こんなグレマックスですね。